皆さんこんにちは。今回のトピックはシェーダーグラフの新機能、フルスクリーンマテリアルです。Unity 2022.2 ではシェーダーグラフでフルスクリーンエフェクトを作成するための機能が追加されています。以前にこのチャンネルでもシェーダーグラフを使ってフルスクリーンエフェクトを作ってみるというのをやりましたが、この時はまだスクリプトを自分で用意する必要があったんですよね。それが今回標準の仕組みが用意されたことによってスクリプト不要でフルスクリーンエフェクトが作れるようになりました。使い方は簡単で、クリエイトメニューからフルスクリーンシェーダーグラフを選択すればアセットを作れます。あるいはフラグメントノードのマテリアルをフルスクリーンに変更するのでもいきます。この機能は URP と HDRP の両方で使えるんですが、ちょっと使い方が異なってくるので、ここから先は順番に説明していきたいと思います。まず URP の場合ですが、レンダラーフィーチャーの機能を使って組み込むことになります。URP のレンダラーアセットの中で、@renderer_feature ボタンを押して、フルスクリーンパスレンダーを追加します。そして、パスマテリアルプロパティにフルスクリーンマテリアルを設定します。ここでは、あらかじめ作っておいたモザイクエフェクトのシェーダーグラフがあるので、これのデフォルトマテリアルを入れましょう。これでエフェクトが適用されました。エフェクトの作り方も簡単に説明しておきます。とは言っても、カラーとアルファのスロットしかないので、まあ簡単ですね。特定の色で画面を塗ったり、アルファで透過できたりします。画面から情報を拾ってきたい場合は、URP サンプルバッファーノードが使えます。例えば、色を取得するなら、ソースとしてブリッドソースを選択します。インバートカラーで反転すれば、こんな感じになりますね。次に HDRP の場合ですが、カスタムパスを使って組み込むことになります。適当なゲームオブジェクトに、カスタムパスボリュームを追加して、インジェクションポイントはビフォーアーポストプロセスにしておきましょうか。フルスクリーンカスタムパスを追加して、フルスクリーンマテリアルにモザイクエフェクトのデフォルトマテリアルを入れます。これでエフェクトが適用されました。エフェクトの作り方は URP とほぼ同じですが、こちらでは HD シーンカラーを使って色の情報を拾うことができます。そのまま使うと、こう白飛びしちゃうんで、大抵の場合はこのエクスポージャースイッチを入れて、カメラの露出を適用することになると思います。また HDRP の方にはフルスクリーンマテリアルのサンプルが用意されています。パッケージマネージャーのここからインストールできますね。単純に色を拾うだけじゃなくて HDRP の機能を駆使したサンプルが用意されているので HDRP 上でフルスクリーンエフェクトを開発する際はぜひ参考にしてください。今回はこんな感じでシェーダーグラフのフルスクリーンマテリアルについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。以前もちょっと工夫すれば同じようなことはできたんですけど、標準機能としてしっかり実装されたのはやっぱり便利ですよね。エフェクトの制作に興味のあるアーティストの方々にはぜひ触れてみてほしい新機能でした。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。